自民党の谷垣総裁は愛媛県で講演し7月に行われる参議院選挙に自らの出所身体をかけて望む考えを示しました私もいつまでも自民党総裁続けているわけではありません参議院選挙に勝つか負けるかが私にとっても正念場でございます谷垣氏は自らの身体をかけて夏の参議院選挙での勝利に全力を挙げる考えを示しましたまた 氏を中心に党内で公然と執行部批判の声が上がっている点について党の内部での議論なら受けて立つが外部に向かって言うのは避けなければいけないと反執行部の動きをけん制しました。